ございます。大丈夫。あ、すいません、あの米を不定着で親父登場です。どうも親父です。あ、どうもおはようございます。おはようございます。本日は何の日ですか。今日は県立高校の合否が分かる日でございます。やーやー、第一志望でございますね。はい。間もなく発表の時間になりますが、見るのやめるか。やめとけやめとけ。実はですね、この学校は、何を隠そう、私がバキッと怒った高校でございます。さあ、葵ちゃん、15歳にして父親子になるか。それはね、ただのね、合格発表じゃないですよ。そうだね、で余計に緊張するよね。超えられるの？超えます。超えられないの？どっちなんだい？パワーっていうね、朝だから合格発表ですよ。そんなこんな無駄話をしていたらお時間になりました。あ、ちなみにですね、私あのこの合格分かった瞬間に学校行かなきゃいけないんですよ。まあ、不合格だった場合、お昼から行くんですけどね。14時から行くんですけど、あのなのでもう制服に着替えてあるので上着を着て。この人はね制服なんだよね、はい、だからもう受かると忙しいんだよね。そう、うん、落ちた瞬間あのここで居眠り始まるから、はい、すぐ分かるから。ただ落ちた瞬間今度ママが忙しいから、そうすぐ銀行行って、そう、そうすぐ私立の方の入金を済ませるんだけど、それはどうしようかと思ってる。まだもうやめとけやめとけ。で、今何やってんですか。QR コード読み込むの。それで分かるんですね。はいはい、じゃあ画面録画しとこう。ママの携帯で見ます。あ、サイトが重いみたいですね。入れません。そうだ、なんか書いてあったんだよね。あ、そっか、じゃあちょっと時間経ってからしようか、うん、無理やり入ってもしょうがないから、うん、ということで、じゃあで10分ぐらいしたらもう一回見ましょうか。うん、そうだね。じゃあ時間までママに一曲歌ってもらうじゃん。やめてよ。それでは聞いてください。違う。はい、歌ってください。ちちちちちち違う。はい、じゃああと10分後にお会いしましょう。じゃあね。そう、なんかね QR コードで今やるとねいっぱいだから、今度ねホームページ、 Google でホームページ検索でちょっと入ってみるね。画面の方が欲しい。じゃあ行きますよ。まだそんなパーってじゃないからかな。うん、違うよ、だって学校打ち込まないが見れない。あ、そう。このサイトはアクセスできません。さあ、なぜ。あー、もうドキドキするからやめてくんないかな。やめてくんないかなとか言って。うわっ、来た、見れる。さあ、はい、サイト入りましたよ。カカのところ押しますよ。はい、行きます。あれ、はあ、受験番号、受験番号出ました。はい、はい、あったあった、あった。どれ。1043。ついに父親超えでございます。父親超えたぞ、マジで。よかったー、じゃあ合格です。よかったです。よかったです。おめでとうございます。父親超えたんで お小遣いください。あげません。報われました。じゃあ頑張った頑張った頑張った。気持ち悪い。寿司に行くよし、じゃあ高校に行きますよ。行くぞ、乗っけてっからな。ありがとう。はい、はい、今高校に向かってます。はい、ということで、まああのパパが向かってくれてるので、はい、安全運転でよろしくよ。はいよ。はい、すげえ調子乗ってっから。そう、あ、いや、ちょっと、ね、調子乗らせてください。いいよ、いいよ、いいよ、よし、はい、今日はうまいもん食わせろ。あんま調子乗ってて引っ張らっから。やばすぎ、やばい。怖い。今日美味しいもの食べたい、夜ご飯。そうだね。よいしょ。じゃあ、行きます。はい。Go。
はい、今帰ってきましたって、あの今更なんですけど偽制服に着替えました。家帰ってきてからね。で、あーっとメイクしました。それで、ですね、落ち着いて、あの夜ご飯も食べました。よかったよ、本当に。一番嫌なのがさ、ここでうわー受かってるってなって高校行ったら、あれ受かってませんけどみたいになったら気まずいじゃん。その後俺2回ぐらい確認したもん。ちゃんと確認した？確認したよ。あ、ガチ、うん、ならよかった。じゃあ平気だね。書類ももらってきてね。はい、いっぱいね。なんか大量ですね。すごいですね。あんな量あるんですね。中学入る時の記憶なんてなかったんで。でも中学入る時よりある。あるあるある。大変ですね。頑張ってください。私は書けません。あと制服買いに行かなきゃね。あー、採寸ね。ああ、うん、体操してさ、うん、そうだよ、制服、ラスト制服だ、高校生ね。そうだよ、終わったらコスプレになってしまうというのがちょっと恐怖だよね。まだ3年あるからね、うん。で、皆さん本当にあの受験の応援コメントもたくさん毎日送ってくれた方もいらっしゃいましたし、本当に本当にありがとうございました。無事、合格することができました。いや、ありがたかったね、本当にありがとうございます。ありがとうございました。無事ね、県立私立どうしても受かることができてよかったです。よかったね。うん。高校3年間楽しんでください。 JK だ。JK だ。 JK 楽しみますね。JK だって、まあ、1年間ご苦労様でした。ありがとうございました。もう疲れがね、出てやばかったね、うん。これで全部終了です、受験生の仕事としては。おしまいでございます。また3年後頑張りましょう。まあ、あと中学校残りわずかだけど、はい、楽しんでください。はい、はい、それじゃあまたね、バイバーイ。そして Twitter、Instagram、TikTok、アオリゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。